これを知らない人が損をしています。ダイエットに失敗しない3つの方法をお伝えしていきます。この方法ですね、知らないとそのダイエットをしてもリバウンドをしてしまったり、また効果が出なかったりとですね、実はこういった方が多くいらっしゃるんですね。そこでこの動画をご覧いただきますと、ダイエットに失敗しない3つの方法を知ることで、あなたは綺麗に痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入っていきましょう。ではポイントです。まずはダイエットをする前に、あなたの腸内環境を整えてから取り組みましょうということなんです。それはなぜか、その理由についてお伝えしていきますね。それはあなたの腸内環境がこう悪いままダイエットを始めてしまうと、たとえ食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を一生懸命頑張ったとしても、決して長期的に痩せることができないからなんです。でそれはなぜかと言いますと、その腸内環境が悪いということはイコール体にですね、こう脂肪をまあ溜め込んでしまう体質なままダイエットをこうすることになってしまうんですよ。そうすると結果がやはり出なかったり、一時的に痩せたとしてもまたリバウンドしたりをこう繰り返す負のスパイラルにこう入ってしまうわけなんですね。もうとっても残念なことなんです。でそこで、ではどうやったらその太る体質からしっかりと痩せる体質に変わることができるのか、この状態を作ってからダイエットを取り組んだ方が確実に効果が出るわけなんですね。でそこで今から具体的に、じゃあどのようにすればよいのか、その解決策をお伝えしていきます。3つです。1つ目、体温を上げることなんですね。でこれはなぜかと言いますと、もう基礎体温をまず 36.5 度はキープしていただきたいんです。そもそも、体温が低い方というのは、その腸がですね、うまく動かすことができない状態なんですね、まあ、イコールデブ体質になる。でプラスそもそもその低体温ということは代謝が低いわけですから、まあ、いろんなことをしてももうなかなかその燃えにくい体、要は代謝が低いまま取り組むと、まあ、そんなわけです。ですからまず1つ目は体温を上げること。例えば冷たいものを飲みすぎないですとか、体を温める食材を食べてみる、まあ、根菜類ですとか、そういったもので工夫してまずあなたの基礎体温を上げてください。では2つ目です。発酵食品です。この発酵食品はあなたの腸内にいるその痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を多く含む食品なんですよね。そもそもその痩せる菌を増やしてあげないと痩せれません。ですからこの発酵食品、例えばお味噌であったり、納豆、キムチ、ぬか漬け、それからチーズやヨーグルトもそうですよね。こういった食品を朝昼晩ちゃんと食べてるかなってチェックしてみましょう。そのことで痩せ菌を増やすことができる、まあ、イコール痩せ体質になることができます。では最後3つ目、睡眠です。これものすごく大事なんですよ。痩せたいと思っている方は必ず睡眠しっかりとってください。なぜかというと、睡眠不足の方は決して痩せることができないからなんです。それはなぜか、腸がですね、この寝てる間に最も活発に動く臓器なんですよ。他の臓器と違ってリラックスしているその副交感神経という自律神経のですね、そのリラックス神経が元気な時じゃないと腸って動いてくれないんです。ここポイントなんですね。ですからあなたがしっかり寝てあげることで、リラックスするその神経が元気になっている間に腸が活発に動くから、あなたは痩せ体質へとその変わることができるということなんです。ですから今回の動画のまとめです。まずこの3つの方法を使ってダイエットをする前にその事前準備を整えておくことがポイント。では具体的に何をすればよいかというと、体温を上げる工夫をしましょう、発酵食品を食べましょう、睡眠をしっかりとりましょう。もうこの3つが基本です。この基本の3つの方法を使っていただきますと、あなたは痩せ体質へと生まれ変わることができます。そして綺麗に健康的に痩せることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルは
このようなさまざまな腸活法をお伝えすることで、女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ですので高評価ボタンやチャンネル登録をぜひしていただいて、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。